ゆるガクトハウスアネックス。いただきますか。ごちそうさまで、食のリベラルとゆるく雑談していくゆる美食ガクトの梅さんです。そしてゆる土木計画ガクトのパゲタです。そしてゆる電脳史ガクトの住野と、そしてゆり虫ガクトのアントレです。以上の4人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、始まりましたけれども、前回はですね、第6回吉野部さん、黒川さん、浦下さんのラジオがさあ始まるぞというところで終わったんですけれども、5回も含めると、ラジオ収録、ラジオ収録や、ガクトさんたちの、人間性とか、関係性といったところがようやく見えてきたところではないかというところなんです。で、第6回の最後に関しては、最後に総支配人のちょっと少し手厳しい意見もありましたといったところなんですね。で、今回からは、1日目も終わって2日目になるのかといったところなんですけれども、皆さん、あれですかね、これまでのこう、ゆるガクトハウスを見てきて、一番最初見たときと、なんか変わってきたなとか、なんかちょっとようやく見えてきたなっていう印象とかってありますかね。パケタさん、なんかこう、最初と見てて、印象変わったなっていうのとかありますか？そうですね。何でしょう。最初に期待していた、なんかどん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 いろんな人たちによるラジオが、なんかこれからようやく始まるんだろうなっていうのもありますし、あと、まだこの時点では、Spotify の方では、まだ3本ほどだけ、上がってましたけど、これからなんでしょう。毎週2、3本上がっていくってなったら、どんどん自分が最初に期待したものがどんどん出来上がっていくんだろうなって感じました。ただ、総支配人の最後のあの敵意識意見が、なんか冗談で切れたっていうふうに言ってたのかなと思ったんですけど、これマジかもしれないなって思いながら最後見いただけましたね。確かにこう実際にこうラジオをずっとやり続けている人の目線からすると、まだまだなのかもしれないし、で、あれですよね、最初堀本さんも研鑽の場という表現を使ってらっしゃったので、この、第1日終了したというところで、これからどんどん研鑽されてきて、こう、ブラッシュアップされたラジオ番組になっていくんじゃないかなっていう、僕も期待しているところですね。ということで、視聴者の皆さんも続き気になるところでしょうし、早速本編を見ていこうと思います。では本編スタート。ゆるガクトハウスアネックス。はい。おお、ね。外出てる全然。はい。絵になるな。いきなり爽やかですね。カニ。取ってますね。カニ。美味しいからね。その持ち方は挟まれるぞ。その持ち方は挟まれるって。どう思ってば正解なの？横から、ちょっと待っていいですかね。ちょっと待って。はい、じゃあちょっと待って。止めましょうか。はい、止めました。もしかして、カニの持ち方についてもちょっと待てって言った今。そうですね。カニの持ち方としては、まずですね、すくい上げるというよりかは、あの大きさだと甲羅をこう指で押さえて、で、こんな感じで持つといいかな。横とか甲羅の端っこをこうつまんで上から押さえる感じですか？そうです、そうです。押さえてからこう指で押さえた方が多分あの大きさだと捕まえやすいかなっていう気はしますね。こう持っちゃうと、ギュッてここ指挟まれたりする時もあるので、多分僕的にはこれをおすすめしようかなと思います。でも人によると思います、ね。じゃあ僕今日からマウスはこれ小ガニ持ちって言っていいですかね？小ガニ持ちですね。小ガニ持ちスタイルで。小ガニ持ちスタイルで。小ガニ持ちスタイル。マウスを持つ感じで。そのカニは魚じゃないよ。虫じゃないよ。虫じゃないですね。虫じゃないけど、あれかな。カニ虫って感じ。味的には雲に。近い味、違う違う、逆よ、
雲の味はカニに近いのよ。雲がカニに近い。実際あれですね、あの虫とかって結構、まあ、甲殻類に近いあの組成というか、うん、あの外骨格も持っているので、あの比較的こう風味も、まあ、カニとかエビに近いなっていう表現はありますね。逆に結構虫とか食べる人もカニとかエビに近いぐらいのこう 表現しかしようがないっていうところもあるんですけど、うん、うん、いう全然雲食べたらカニに近いっていう、それはうん、うんうん、いやーでもどうしてもなんかカニを見てしまうと釣りの餌にしか見えないっていうところ、うん、確かに確かにですよね。パゲサさんここら辺であの磯釣りしてたっていう話してましたもんね。そうですね。てかあの、うん、本当に最初の開始1秒でのあの船が止まってる映像を見て、あ、俺ここで釣りしたわっていうのが見えて若干かなりミスマッチしてましたね、はい、本当に行ったんですね、うん、はい、うん、あのここのちょうどなんか最初に船が見えたところの裏になとか右上あたりに岩 が、はいはい、が見えたと思うんですけど、あそこの真裏ですね、僕が釣りした、はいはい、磯釣りみたいな感じなんですかね、それは。磯釣りですね、はい、完全に、まあ、ゴカイとかの、まあ、ミミズみたいなやつを餌にして、はい、浮きでパッて投げて、ただじーっと待ってたっていうだけなんですけど。いやでもいいですね、こう釣り待つ瞬間もこう醍醐味みたいなところありますもんね。そうですね、まあ、僕は基本的に待つ釣りが好きなので、うん、あんまりルアーとか投げてそういうスポーツフィッシングって言われてるやつは好きじゃなくて、うん、でも、うん、あれそうかそうか、でも一応ここら辺そのあのそういうスポーツフィッシングの対象のやつも釣れるんですよ。なんかあのヒラマサっていうブリに近い、はいはいはい、大きくなったら1メートルぐらいいくかな、それ1メートル、はい、割とあの仕掛けさえちゃんとすれば200メートルぐらい飛ばせるので、200メーターも飛ぶんですね、釣り竿って、はい、全然イメージわからなかったですけど、まあそれなりの長いと、うんうん、遠投用だから、うんうん、4、5メーター、いや6メーターぐらいは行くかな、うんうん、ですげえ、重りが100グラムぐらいのやつがあれば多分200だと、はあはあ、そっか、だから棒で投げ飛ばすっていうイメージだから、はい、飛ぶわけですよね。はい、パゲタさんがもしこの鴨川に参加してたら、多分大きな釣り竿を持っていったことでしょうね。そうですね。そうですね。土木計画釣りになってる。現状だから今の、まあ、あの参加してる彼らは持ってきてないってことは、磯釣りする気はなかったってことでしょうね。まあ、うん、そうですね、多分そんな余裕もなかったでしょうし、でもなんかこう釣りしながらランチをするとか結構あのおつなもんでいい気がしますけど、ね、確かにエモいかも、うん、あエモいですよね、うん、映像がまあいや、でも初めて早々に3分でこれラジオ撮りましょうとかなったらすごい勢いで撤収しないといけないですよね。やばいやばいっつって、うん、早く巻いて早く巻いてどっちの巻いてるの意味がわからなくなってくるっていうリールを巻けなのか尺短くしろなのかどっちなのかみたいなまあまあそうやってじゃあ濁したところすいません。カニつまむだけで長いのよ話がまだ本編のほの字もなってないんだから、カニつまんでるだけだからね、うん、つまんでるだけですかね。まだ1分も経ってないですね。失礼しました失礼しました。はいはい、では再生しまーす。また前しか向かなくなっちゃった。自分の強みを心に。あ、早っ。慣れてるな。あのつまみ方はダメだ。あのつまみ方ちょっとね、ワンチャン挟まれる可能性ありますね。挟もうとしても、挟めてない。やる気がない。あ、そっか、自分の爪が届きますもんね。これはあれですね、後ろにあるのはウニですね。え、うんうん、え、何このエモい絵。そうですよね。お、ああ綺麗だな、ですね、うん、とうとう2日目という感じですね。そうですね、はい、
どうでしょう、よく眠れましたでしょうか。そんなわけない。昨日夜遅くまでね、お酒を飲みながら話し込んでいた人たちも多かったようですけれども、ただまあ言うてね、みんなおしゃべりだと思いますんで、多少寝てなくてもむしろアドレナリンが出て楽しくおしゃべりできるんじゃないかなと思います。2日目もよろしくお願いします。で今日はね、天気も良いですし、まあ朝から何をやるかと言いますとですね、まあ、当然ながら皆さん何しに来たんでしたっけ。昨日も同じこと聞いた気がしますが、佐藤さん釣りでしょ、来たんでしたっけ。磯釣り相方探して、そうですね、ボケようと思って、うん、いや釣りにはボケそうなムードが出てたんですけど、ボケなかったんで、あ、ボケずに行くんだなって。鴨川シーワールドに行くと思ってたんです、天気いいですからみんなで車出して鴨川シーワールドに行こうという感じじゃなく本日もラジオ収録をしていただきたいと思います。初っ端からか。今日はですね、うん、朝一発目にやることが、うん、フィーリングパーソナリティ、フィーリングパーソナリティ、おのおので、まあ、昨日丸半日ずっと喋ってましたから、うんうん、全然どこに遊びに行くでもなく、わざわざ鴨川に来て密室に監禁されて喋り続けてましたからこの人と気が合うんじゃないか、この人とテンポ感合うんじゃないか、デスゲームかもしれない、デスゲームを始めるのかな、ので今から皆さんに紙とペンをお配りしますので、この人と今日やってみたいという人を第1希望から第5希望まで書いてます。第1希望から第 6? でその中でマッチングしていた人、まあ、第1希望、これある意味むごい結果も起きるんじゃん、いう感じになりますし、まあ、もしかしたら人気がない場合は余り物同士になってしまうかもしれません。今回皆さんに用意してもらった台本2本しかありません。そして今回はそれを使ってもらいます。つまり2度しかない本気でラジオをやる。ちょっと待ってください。ちょっとびっくりしたんですけど、2本しか用意してないのに、もうあれ今まで散々ラジオ撮ってたのっていうのはあったんですけど、確かに割と、まあ、まだ僕は3本しか見てないですけど、まあ、第6回のラフを見た限りだと、なんかもう3本くらい出そうだなっていう気は感じていて、え、あれ全部アドリブだったのっていう衝撃は少し。そうね、雑談会とかとはいえ、うん、あともう一個気になったのは、そのシナリオ2本用意してるって言いましたよね。で話してた聞き手がいるんで、はいはいはい、4本取れるんじゃないかっていう気が普通にしたんですけど、あ、確かに確かに、2本話で2本聞き手で、で計4本じゃないのと思ったんだけど、違うんですかね。あ、でも1人2本っていうこと、うん、1人2本でしょ、台本用意するんですよね、うん、ただ2本話して2本聞き手であるから結局4番組取れるのかな。まあそれはそうですけど、うん、1人が2本喋らないといけない。そうね、うん、話になれるチャンスが2回ってことですよね。2回ってことですかね、うん、あ、そっかそっか、自分の名前がつくゆるなんとかラジオが2回か、残りは、うん、残り2回は誰かの聞き手になるってことですね。なるほどなるほど、うんうん、まあとはいえあれですよね、こう聞き手になってくれる相手も重要になってくるんじゃないですか。そうですよね、うん、でこれだって聞き手って別に他のとこに何箇所か行って、まあ言っちゃえば、まあ、重厚見たくなってもいいわけでしょ本当は。だってそうですね、そうですね、みんながこの人に聞いてほしいとなれば、かぶっちゃっても別にいいはずだし、うん、うんうんうん、そうなってくると、なんか、フィーリングのその先ほど、第1から第6でしたっけ、5でしたっけ、まあ、第5か6、第8、はい、うん、なんかそのぐらい書いてましたね。まあ、その候補を選んでくださいって言ってましたけど、それ、候補を書くにしても、自分が話し手のパターンを書くってことなのか、それとも聞き手になった場合 を書くってことなのか、ちょっと、なんか、それいう視点によっては、なんか全然、書く名前が違ってくるんじゃないかなっていうの、うん、確かに確かに、うん、この人の話だったらなんか広げれそうだなっていうのもありますし、うんうん、で台本によってもね聞き手選ぶかもね、うん、はい、そうですね、自分がそのじゃあ僕は美食学なので美食学ラジオをしようと思った時に、うん、その本気のパフォーマンスを出せる2回のチャンスがある相手を選ぶっていうのはかなり本当にフィーリングの合った人じゃないと任せられない、うんうん、まあ、聞き手に関しては正直、まあ
ね、合わせればいいだけだけど、うん、自分が話すっていう風になってそれが審査されるってなるとかなり、うん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 、ベストマッチするテンポをつかめる相手じゃないと、うんうん、あのちゃんとした審査の結果にならないと思うので、うんうんうん、かなり念入りに相手を見て、うん、第1項、うん、第6項まで記入するとは思いますよね、うんうんうん、あそうですね、 そうですね、確かに なんか難しいですよね、なんかちょっと近すぎてもそれはそれでちょっと、うんなんかいろいろありますし難しいですよね、はい、あとさっきそのマッチングをするって聞いたときに、うん、このマッチングのアルゴリズムはどうやってやるんだっていうかそのアルゴリズムは公表してくれるのってのすごい気になってて堀本さんの独断でなければ多分何らかのルールがあってこの1位から、まあ、マッチングのアルゴリズムって結構奥が深いんでそうどういうアルゴリズムでマッチングするのかなっていうのがさっきから非常に気になってますね。なんか公表はされないかもしれないですけど、だそうかだ、そうか、そうか。だって全員の幸福度をこうね、あの制約の中で、うん、あの上げるっていうんですかね、全体の。幸福度を決めるの違うでしょ。単純に合ってる人っていう感じじゃないんですかね。まあ全員が全員でピタッと収まればいいんですけども、収まればいいですけど、重複してもいいんであれば非常に簡単ですよね。まあ、でそうじゃなくて、うん、まあ。重複したいのはじゃんけんでしょう。ああ、そういうことじゃんけんか。まあまあでもそれもアルゴリズムですからね。あ、まあ、うん、あですね、うん、その、うん、公開してくれるんだろうかちょっと気になりますね。確かにそうですね。だそれこそ二次動画とかだったら僕らはあの堀本さんに聞いてもらうっていう話でこう進められましたけど、うんうん、まあ、それでも結構難しかったなっていう気がするんですよね。こう台本作る上でなんか堀本さんはどこまで知ってるのかとか、うん、はい、確かに、まあ、何を知らないのかっていうのも気になってきて、で僕とかは結構台本作ってる間に、うん、あのだんだんコモンセンスがバグってきて、うん、こんなマイナーなやつあれ今考えてみるとマイナーな話のネタなんですけどこれ堀本さん知ってるよなとかなってなったりとか。あ、わかります、はい、なんか想像上の堀本さんが強すぎたりしてね、うん、結構そうなんです、そうなんです、はい、かといってとはいえこれを知ってるだろうっていうのも実は知らなかったりとかっていうこともあるので、でましてあの相手はまだその二次動画をもうまだ出てなかったりする方でもあるし、まあ一晩話してはいるけどあのどんな感じでこうバックグラウンドどれぐらいの知識量があって知ってるのかっていうのがわからないので、あそこでこう相手をマッチングするのは結構ギャンブルな要素もでかいのかなっていう気はしてます、ね、うん、そうなってくるとこの食事時とかその、うん、バーベキュー終わった後でグループごとにある程度お話してたじゃないですか、うん、そのグループじゃない人って結構選びにくくないですか、その距離感とか感覚がつかみにくくて、ね、うん、なんかこう仲良くなりたいから選ぶっていうのがちょっと僕の中では結構あのやりづらいなっていう気はしますね。あの結構無難なこうフィーリングの合う人を選んじゃおうかなっていう気がします。あとまあこの人だったらいいリアクションを返してくれそうとかそういう感じですかね。うん、うん、そうですよね。じゃあちょっと、まあ、ちょっと続き見てみましょうか。はい、ですね、続き見てみましょうか。はい、はいはい、じゃあ再開します。したがってこの人とやると面白くなるんじゃないかをぜひ本気で考えて書いてほしい、そういう性質のものになります。ということでここからちょっと悩みながら、うん、第1希望から第5希望まで紙を埋めていただく時間にしたいと思います。ぜひよく考えてですね、このフィーリングパーソナリティ5でした、ね、うん、すみません、ベストになるように書き込んでいただければと思います。全員書き方の癖すごいな。はい、書いてきた台本がかなり佐藤さんは何をスマホで見てたんだろうっていうのは気になりますね。結構本部な話とがあって、で最初にこうフィーリングカップルを決める前にあの堀本さんが割とガチなトーンだったので硬い方を喋れる台本で話せる第一希望の人書いた方がいいのかなとか、ちょっとすごいその辺が迷って宿狩りはそこなんだというところがあって、昨日の夜のやつは本当に台本も作らずその場の勢いで始めていたので、
なかなかまとめ上げるのは難しかったというのと、あのいつもの雑談会はちゃんとあのノリで始めてまとまるんだなっていうのは今更ながらすごいなとは思ってました。でもやっぱり15分っていうところは本当に不安で、あのやっぱり皆さん緊張してますね。膨らませすぎてはいけない、うん、すごい緊張してる。アドリブ感を保ちながら時間を気にするっていう高度なスキルを求められるので、本当それが怖いなって今ずっと思ってます。皆さん投票は終わってますかね。全員分終わりました。ではこちらお預かりいたします。お願いします。アルゴリズムの解析が。皆さんお待たせしました。一旦単純集計するのか。いただきました。投票集計しまして結果が出ましたのでお伝えします。基礎集計結果出すのか。人気ない人かわいそう。一組目、黒川さんと浦下さん。なるほど。星山さん、夏木さん。はいはいはい。いきなり結果を発表。吉野部さん、K さん。4組目、佐藤さん、ゆきさん。5組目が平田さんと森藤さんになります。というこの5名。ちょっと止めますね。はい。一応今、ちょっとこれはなんか皆さんにお聞きしたいっていうことなんですけど、今出ているこの5組を見てなんか誰が面白そうと か, かどういう化学反応とかっていうの、若干ちょっとペア後 の, あの平田さん森藤さんのところが見えにくくなってて申し訳ないですけど、でもあれだな、個人的にはもう先がどんな話になるか予想できないのが楽しみなので、楽しみになる感じがするので、ペア5の哲学と疫学ってどんなつながりがあるんだろうってのは気になりますね。確かに、ね、そうですね。森藤さんなんかガチガチの統計屋さんっぽいので、うん、のかっていうか、なんか統計と哲学ってなんかマッチしなさそうなイメージあります。なんかさ、これはツッコミとボケみたいな感じで見てもいいのかな。ああいいと思いますよ。だからそういう意味ではペア5はどっちかというとツッコミ要素の2人なのかなっていうふうに思うので、確かに確かに、かなり真面目な話は聞けるかなっていう印象ではある。でペア2に関してはめちゃめちゃもうね、YouTube やってる方同士なので、かなりこの話の卓越したものが楽しめるのかなっていうのはちょっとありますよね。そうですね、おもろいね。ツイッターに一回書いたんですけど、この越山さんと夏木さんの動画がもし結構早期に上がってたら僕多分応募しなかっただろうということを書いたことがあるんで、僕もそう思います。素人じゃないじゃないですか、出来が。確かに。そう、あれを見てたらちょっとビビりましたね。いや、書道学の夏木さんのね、話とかめちゃめちゃ面白かったから。面白かったですね。ねえ、よかったね、後半の方に上げてくれて。本当ですよね。皆さん面白かったですからね。はい。話が。いや、でもハードルがいきなりガンと上がると、ちょっとね、ちょっと心折れちゃうものが確かにあります。でも確かに、この5組の中だと僕はやっぱり一番気になってるのは平田さんと森口さんのが、なんかつながら、これどれでつなげるんだろうっていうのはすごく気になってて。そうですよね。他はまあまだなんとかなるかなみたいな感はあるんですけど、だって生物学、まあ、生態学と料理学なんてもうマッチングしてるようなもんだから、そうですよね。まあ佐藤さんとゆきさんも多分もう薬なんてなんか精神系とかの効く薬とかもありますから、そうなったら詳しいでしょう、話できますもんね。まあペア2と、戻りますけど、なんかペア1の黒川さんと浦下さんも普通に音楽と民族ってなんか関わってそうだなっていうのはあります。いやでもだからこそそれら、自分の関係ある学問に近い人をそのパーソナリティたちは選んだんじゃないですかね。うん、あ確かに。これ意外と第一候補通ってる可能性ありますよね。うん、
うん、確かに、うん、確かにな、うん、いや なんだろうな、ちょっと本当になんかもしかしたらむごい結果になってるかもしれないですけど、この裏にある集計結果を普通に見てみたいっていうのは。うわあ、うん、でもなんかこうそれはハブられてる人がね、うん、分かっちゃうんでやめましょう絶対に。はい、うん、でもこのパート6まで見てて結構そのパーソナリティの方々がこうだいぶ僕の中では好きになってきたので、そこの事実を知ってしまうのは結構心苦しいところありますよね。 うわあって思っちゃうけどかもしれない。森藤さん全然人気ないわ、うわー、やめてあげて、やめてあげて、なんで森藤さんダイレクトなんでそこダイレクトなんいじりは、はい、あのスポティファイのクッション抱えてもう可愛くてしゃあないんですよ森藤さんが。あ、すいません、じゃあそろそろ再生しますか、行きましょうか、はい、はい、お願いします、再開します、これからラジオ収録に移っていただきます。そしてこれからですね、1時間ほど自由時間を差し上げますので、ベストなラジオができるようにネタ合わせのような打ち合わせのようなものをしっかりやっていただければなと思います。昨日までの雑談会のような気楽に撮っちゃおうぜではなくですね、きっちり尺に収めて、そして最高のパフォーマンスになるように、そのために事前にペアを発表しておりますので、うんうん、そういう形でこれから打ち合わせなり練習なりやっていかなければと思います。こんな風に台本の中身モリモリにしちゃったからあんまり話広げないでくれのような裏での打ち合わせが十分可能になっておりますので、この時間を有効活用していただければと思います。ありがとうございます。2本それぞれ台本を用意してるんですか、はい、今回のペアでは1本ずつ、また組み直して1本ずつっていう意味で、そうです、うん、なので、用意してきた台本は1本ずつ話してと聞き手が使う形になりますね、うん、次のペアがまたどうなるかは後から発表、そうです、2本目の台本はどのように使うのかは、うん、今日の夜お伝えします。夜、うん、話してると聞き手を交代して2本連続とかで収録するような形、そうです、あ、今決まった組み合わせで1本ずつ話してと聞き手交代して撮ります。うん、では皆さんのベストのパフォーマンス見れることを期待しておりますので、はい、ぜひ有効にこれからの時間を活用していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。怖い時間だ、うわ、で1時間しかないのか、すいません、うん、1点忘れてましたんでちょっとお座りいただきましょう。あらあらあら、1点皆さんのラジオ見せてもらいまして、うん、大変僕としては楽しく見たんですけど、一方でですね、皆さんにお伝えしておかないといけないなと思ったことがあります。それはこのままだと我々が求める水準にほとんどの組は達しないんじゃないかという話です。皆さんのラジオを見てまして、聞いていまして、一番感じたことがですね、サービス精神の欠如です。なるほど。ラジオとして聞きにくいなと感じました。例えばですけど、平田さん、森藤さん、うん、あと、Kさんかな、うん、お三方でやられていた雑談会、めちゃくちゃ話としては面白かったんですね。動的平衡の話をされていて、最終的にうなぎのタレは動的平衡であるという、非常にゆるガクトハウス的な結論に達して、まあスパイスパイかな、我々はまだ聞いてないね、はい、あの回なんだかまとまりがない印象だったんですね、うん、一リスナーとして一番近くで聞いていた身としては。それなぜなのかというと、誰も明確なまとめを作らないで、うん、ぬるぬると話が進んでいった。うなぎだけにうまいなと残念と思ったんです、うん、つまりうなぎのタレは動的平衡だったってことですね。この一言があればそれはラジオのタイトルになるし、めちゃくちゃいい締まりのあるラジオになったはずなんですよ。でもそれを誰もやらなかった、
ぬるぬると思っていることを喋ったまま終わってしまう。あれもしかしたら、なぎたけ。あ、こらこら。あ、使ったー。おー、先取りしてる、すごい。言ってしまった。はい、そういうことです。そういう、ラジオに、ちょっと待った入れましょうか。待っていきましょうか。いや、今の話、めっちゃ越山さんの力が出てた悪い例ですね。悪い例というか、あんまりその、ラジオパーソナリティとしての、そのまとめの能力が、越山さんの今ので伝わったので、その参加にはなかったみたいなのが、如実に出てしまうっていう。だからアントレさんは本編の方でも活躍できたっていうことになりますよね。いや、うん、あでもね、多分僕だったらあの場にいたらそうそう言えない気がします、あの空気ではね。思いそう確かに、うん、言えないな。僕も思っててもあのヌルヌルが2回目出てきた時にようやく言おうかな、言えるかもなっていうぐらいなので、だからその点こうズバッとこう越山さんが言ったのはすごいなと思いますし、ただ、シンプルにでもうなぎのタレは動的平衡って話は全然面白いから聞きたいなっていうのが、ね、ありますし、ね、まあ何秘伝のタレってことなのかな、分かんないけど、今のでちょっとなんとなく察してしまった感じは、するかもしれない。あれですよね、こううなぎのタレってこうどんどん継ぎ足し継ぎ足ししてますけど、あれって最初の時のこう、一番最初につけたタレはもう数回やったらもう数パーセント以下に下がってしまって、だから元のやつはほとんどなくなってしまってるけど、秘伝のタレという状態はこう変わり続け、そのままであり続けるので、見た目は変わってないけど中身は完全に入れ替わってるっていうのが多分動的平衡なんかなっていうふうに、かつこう入力としてのそれぞれ入れて取り出してるけどこう均衡して一定の状態に保たれてるってことですよね。ありがとうございます。まさにその通りで、あれですそういうことか、名前から想像するにそんな感じですよね。いや、そうですね、っていう気は、僕はあの秘伝のタレって、まあ、確かにアントレさんに言う通りなんか全部、入れ替え入れ替えしてるんで、ほとんど本当に最初のやつは全然残ってないってやつなんですけど、あれは何でしょう、技術を保つためになんかそれをやってんのかなっていう感じは出て、なるほどなるほど、なんか変、まあそんな言うてタレなんてたかが知れてますし、1回の使用で、正直1年持つか持たないかぐらいでしょうけど、でもなんかそれをなんかお弟子さんになんか伝えるためにはなんか頻繁に入れ替えて、で練習させたりとかっていうハメなのかなっていうふうに思って、うなぎのタレ自体はどうかわからないけど、まあ、焼き鳥とかは、継ぎ足し継ぎ足しっていうのをするんですよね。はい、で、焼き鳥だとしたら、焼いてる焼き鳥の温度がそのまま、タレの中に加わることで低温殺菌されるんですよ。で、それを繰り返すことによって、タレが衛生を保った状態、まあ、タレ自体の塩分も高いので、雑菌が湧かないっていうのもあるんですけど、それを繰り返すことで、継ぎ足し継ぎ足しで味が、良くなっていくみたいなのがあるので、なんかその、わざわざ、やらせるために、作業させるためにとかっていうわけじゃなくて、継ぎ足しで、やるので、ちょっとまあ、ニュアンスとしては、前者の方の、さっきの住野さんがおっしゃってた方が、正しいのかもしれないですね。なるほど。わかんないけどね。まあ、なんで僕そういう発想したかって言ったら、お寺の屋根の技術の一部で、ちょっと待って、読み方は少しいろいろあって、正しいやつで分かるんですけど、ヒノキの皮って書いて、ヒカワブキっていうのがあるんですけど、それって、一回やったら50年は持つんですよ、そのままにして。でも、50年持ったら人なんて、まあ、昔の50年ですから、もう丸々一世代変わってしまうので、だから、ね、わざと1年ごとに一部だけをどんどん変えていって、新しくして、で技術が途絶えないようにするっていう工夫をしてるらしいんですよね。なんか、この話をなんか最初に聞いてたので、なんか、その、継ぎ足しとかそういうのの理由って、だから、なんかそういうことなのかなっていうふうに。ただ、まあ、間違ってはいるんですけど、変なつなぎ方をして。まあ、でも、うなぎのタレはスパンがやっぱ短いので、次の日にはほぼなくなってるような状態の次の日、そんな使うんですね。まあ、そうなんですね。
繰り返し使うものだから、うん、っていうのかな。ただ、うん、50年はたくないから、ワン世代でっていう感じかな。うん、でもあれですかね、僕的にはパゲタさん のおっしゃってることは結構本質ついてて、生き物って動的平衡状態にあるっていう、うん、見方も結構あって、それは遺伝子というかこの情報を次世代に残すために、うん、早いスパンで物質的には入れ替わりをしてるけど情報的には変わりがないっていう、まあ、受け継がれてるってことを考えると、その物質的にはまあ長期に残そうと思えば残せるけども、あえて新陳代謝とかこう入れ替わることによって遺伝子を次世代に受け継いでいくっていった情報を受け継いでいくっていったところは、パケタさんのいる、はい、表現もかなり芯を食ってるかなっていう風な解釈、認識を受けたんですよね、はい、ただまあ、はい、タレは確かにうまいからいいかなっていう、まあ、いずれにしてもだからこの話を聞きたいっていうのはあるね、はい、うん、まとまってなくても、うんうん、どんな話なのかすごい気になるところではある、うんうん、僕らの中で僕の中でもだいぶまとまりがなくなってきたので、まあ、そうなっちゃうよねっていうのは十分に感じますね、うん、まあましてやアドリブですしね、そう、本当よ、雑談だからね、うんうん、はい、いやだから堀本さんの本気レベルとパーソナリティのそのね気持ちのっていうのがまだ差異がある感じがあるよね、うんうん、でもまあそこまでを求めてるんでしょうけど、なんかやっぱり、うん、まあ、先に堀本さんと水野さんってまあすごいお二人がの影がどうしてもちらつくので、うん、新しく始めるとは言っても、だからやっぱりそれだけのクオリティは求めた結果、うん、多分演説って言ってるのかな、うん、適切なご言葉だったんだろうね、お叱りかな、うん、はい、うん、お叱りかね、うん、そうだね、はい、うん、いやそうだから水野堀本を超えていく、まあ、それこそ同じ舞台に立てるだけの能力を求めるっていうのは、うん、まあ、当然叱るべき問題なんでしょうね、うん、なんでしょう、なんかちょこちょこなんか止めたいなって思った意味があったんですけど、はいはい、止めれねえって思いながら、そうそうそう聞き入っちゃうからね、背筋ピーンってなるからね、話聞いてたらね、なんでしょう、サービス精神が欠如してるっていう、なんかぐさーって刺さりましたねあれね、痛いんですよね、はい、なんでか僕にも刺さるんだよなって思いながら聞いてましたまあみんなそれを目指してやってきたからね、うん、そうですね、刺さるでしょうね、うん、ちょっとレオさんのところで一応僕とかまあカグさん、VR 学の方と、うん、あとパンボリさんで、うん、なんかもうリアル収録は1回撮って編集中なんですけど、なんか今めっちゃ苦しんでるのがこれ世に出せねえなっていうところがちょこちょこありまして、あ、そうなんですか、はい、もう言って今やってるのは自分の話した内容なんですけど、うん、片方はそこそこまあいいかなって思ってて、もう片方はマジでどうしようみたいな状態になってるんで、出せないっていうのは内容が薄いとかいうことか、それとも言っちゃいけないことを話してしまってるってことですか。まあ、どっちかというとまとまりがないっていう、いやこの話聞いちゃうと出しにくい ね確かに、確かに、まあプロセスのエコノミーだと思って、うん、まあ、我々の実力はこのぐらいっていう、あとまあどんどんね進化していけばいいだけの話だから、うんはい、うん、それは臆することなく出していただいても僕はいいと思うんですけどまあ、うん、まあ近日公開で、うん、しあれですね、編集してみて初めて分かるっていうのはあると思うんですよ。ああ、そうね、そうなんですよね。今回のこの合宿自体は多分当人らは編集に関わってないんじゃないですか、ね、まあ2日目だし編集する暇もないと思うので、うん、だから完成形にこう踏んでいく過程が分からない状態でラジオを撮ってるので、うん、何が正解かっていうのもこうフィードバックを自分自身でするのも結構難しいんじゃないですか、ね、そうですね、フィードバックも最近のものなかなかね、修正できないですからね、うん、そこが難しいですよね、うん、いやだから僕らが、うん、皆さんリスナーの皆さんが思ってる以上に高度なレベルのことがこのゆるがくとハウス本館っていうかその本編の方では行われてるっていうことをですね、うん、ぜひ認識していただきたいとは思いますね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいまとめ。うん、でもマジでそうですね。いや、本当にそう。
耐えられるかな僕言ったら無理でしょうね、すごいプレッシャーで、ね、結構ね気さくないようなキャラの方もみんなガチガチに緊張してますもんね。そうですね、そうなんですよね、うん、なんでしょう、あのちょこちょこワイプで抜かれてるみんなの顔が引きつって出るっていう、あれテラサウスだったんじゃねえのってなりますもんね、はい、全然違ったな、なんか緩く見ちゃってたな今まで、はい、緩くねえな全然緩くねえなこれ最初の20秒のあの映像は何だったんだっていうか、ね、本当だよ、カニつまんでろよちょっとちょっと和やかな回答見せつつやられました、はい、うん、いや BGM もねバシバシかっこいい曲かかってたから、うんうんうん、ちょっと雰囲気変わってきましたね。そうですね、ザフつかめてたんですね、はい、ちょっと続き見てみましょうか、はい、いきましょうか、はい、じゃあ再生します。皆さんはポテンシャルは十分だと思うんですよ。そういうことができる人たちを集めました。台本構成能力もおしゃべりも発想の柔軟さも皆さんお持ちですから、これ心がけ一つでどうにかなるんじゃないかな、うんうん、自分が話を聞いてそれを理解しようっていうだけではなく、ラジオパーソナリティの本会はリスナーにとって最も価値のあるラジオとは何か、聞き手が聞いていた時に一番面白いラジオは何かということを常に考えることにあると思います。ですから話を聞く時に相手の話を理解しようっていうのに10の力を注いでいたらダメですね。リスナーから見たときにどうすればよいのかということを、おそらく僕にせよ水野にせよ8割の力でそっちを考えています。余った2割で相手の話を聞いています。それがラジオパーソナリティとして持っておくべきサービス精神だと思います。2割じゃ理解できねえよ。意識していただいて、そうなんだよな、最大化するラジオを作っていただけないかなと思っております。自分たちが楽しいっていうのは何より素晴らしいことだと思いますし、そうでなければ良いラジオはできないと思っています。ただ一方でリスナーにとっても最も楽しいものを作ろうと、その意識を持った状態でぜひですね、今決まったコンビでベストのものを作れるように最高の準備を皆さんにしていただければと思います。よろしくお願いします。やば、あ、まあやっぱここでは、ね、うまいこと葉っぱかけたな、うん、まあ、あれですね、多分ちょっと続きも寝てるの、寝てる寝てる、あら、いいですね、食材探し、あら、ロマンスかこれは。Kさんとやることになったので、もう100人力だと、もう完全に頼ってます。ちなみに、はい、大何希望だったんですか？Kさん大何希望だったんですか？Kさん、多分ちょっと明確に覚えてないんですけど、3か4だった気がします。4かな ?4? うん、確か。第一希望は誰？第一希望は聞くなや、聞いちゃうんだね。確かに昨日の3人の1人でもありますね、はい、仲いいもんな、いいこの3人、うん、ちょっと思ってるのが、うん、あんなに喋ったし被りすぎてて食われる説もあるなと思うので、僕に何か詳しいみたいなことがありえるので、そういう意味ではあの何でしょうね、民族学的っぽくないちょっとあの本来やるべきである生態学っぽい話を今 K さん相手だったらできるなと思うので、いやちょっと K さんって結構なんで引き出しめちゃめちゃ多いので、なんか合うか合わないか今分かんないですけど、まあ、きっと合うだろうという謎の自信というか、 K さんならやってくれると思ってます。うん、おー、うん、なるほど、うん、というわけで最後まで見終わりましたけれども、見終わりましたね、はい、確かあの、はい、第3回か何かカラーボールを引いてペアを決めて雑談取るかやったじゃないですか、その時もちょっと言ったかもしれないですけど、あの佐藤さんだけがなんかその言ってる内容が視点がちょっと違ったのが気になってて、うん、あの、うんうん、佐藤さんだけそのこれが視聴者にどう聞こえてるかな、うまく伝わってるかなってことをずっと気にしてたんで、それが今ここになって、うんうん、なんかすごい、うん、いわゆるその堀本さんが言ってたそう目線を持ってたんだなと思って、うんうん、
改めてすごいなと思いますね。確かに。そうね。佐藤さんはもうずっとそんな感じのことですね。まとめ役でもあり、そのリスナーに対してどういうふうに伝えてるかっていうのを常に、考えて行動してるっていうのは、島田さんも言ってましたからね。そうですね。結構それな、難しいですよね。でもリスナーの立場に立つというか、話し手の方でも聞き手の方でもそこまで気が回らないですか、実際あの台本をなんか頭の中でなんか読み返したりとかしてて、僕正直あんまり学がないので、あのガクトハウス別館の方でも皆さんのお話を聞くときにかなり頭使って聞かないと、あの理解できないので、だいたい10割ぐらい使ってるんですけど、その、ね、8割でリスナーのこと考えて、残りの2割で理解しようはかなり、難易度が高い、僕にとっては、僕もそう感じます本当に、っていうか多分あれの40人 の, あの、まあ、二次選考まで行かれた人全員多分そこまではできないんじゃないですかね、まだ、そうなんですよね、難しいですよね。確かに堀本さんとかに至っても、まあここまでね、長いある程度1年2年のキャリアの中でこう磨かれてきたものな、だという気もするんで、それをこう今応募した人がすぐできるかっていうとなかなか難しいですよね。まあできる人もいるし、まあこれからっていう人もいるからっていう感じですよね。まあでも堀本さんが言ってたのは、その素質はもうすでにあると、あとは気の使い方だと、そっちの方に意識すればできるはずだというふうに言ってたので、それが我々と合格者を分けた大きな差だったのではないでしょうかね。まあ確かに、まああの堀本さんも最初の方に言ってましたね、いい語り手はいい聞き手であるという、ことをおっしゃったよね。まあ僕も本当にそうだと思うんですけれども、もう皆さん、まあ二次選考とね、あの、行かれてる方も十分それもあると思いますし、で、特にその、最終まで残られてる方、十二分にもその能力あると思うので、だからまあ僕は全然そこら辺は心配はしてないんですけど、我々はもう、あの、合格者たちのことを本当にリスペクトしてますから、なんですよね、期待しかないですからね、まだ温まってないんだなみたいな感じでしか見てないので、本当に今後が楽しみかなというふうには思います。そうですね、なんかそれと同時に、あのこの普通の相席ラクトとか、その後の雑談会とかも若干プレッシャーが前も言ったけど、言ったじゃん、あの楽しみ方が違うんだよってリスナーさん、楽しみ方が違うんだよ、ハードル上げないでやめてね、本当に、だから落ちてるんだよ僕らはっていうそうですね、落ちたことを免罪符にしてんだよないやもう完全に雑談をこう編集の力で聞かせるようにしてるようなもんですからまあまあ、とはいえ僕らにもなんかこうそこら辺心がけることができるなっていう、そうですね、いいフィードバックだったら、いや本当に本当に、この本編でそのラジオの本質というか、その、なんだろうね、ハウツーを教えちゃっていいものかと、これを見てる人みんなパーソナリティになれるんじゃないかっていうぐらい堀本さん情報出してますから。そうですね、そうですね、まあまあありがたいこと我々にとっては、だし、まあその貴重な宝を放出してまでも新しい番組を作りたいという本気度っていうのも感じるし、すごいなと思いますよね。ね、まあやっぱりなんでしょう、あのまあ来年からのなんか第2第3のなんかオーディションもやりたいとは言ってはいたので、まあそれも意識してるのかなっていうのは、じゃあ僕らはこれを完璧に見て、全部学んで第2第3の時にリベンジしますか。そうですね、まあ、そうですね、バンバンあのバンバンやっていきましょう。じゃあもう、うなぎのタレの話はもうね、言えるようにしときましょう、みんな。ぬるぬるって言われたらね、うなぎのタレだっていうふうに。あの、タレがぬるぬるなんじゃなくて、うなぎがぬるぬるなんですよ。ああ、そう。あ、でも、もうどっちでもいいか。どっちでもいいか、どっちもぬるぬるだしね。
ね、まあティザーでもあったように、あの余白はいくらでもあるので全然、うん、皆さんのラジオで練習していただいて、ね、はい、うんうん、やべえな、全然ファニーじゃない回ですね今回。やべえよ、うん、始めたよ。梅さんがいいこと言いすぎて、なんか全然インタレスティングに寄ってませんか、大丈夫ですか。あの、好感度上げようと思ってる。ああ、なるほどね、うん、うん、そう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 、この場を借りて好感度僕上げようと思ってるので、うん、いやマジで好感度上げようと思ってるけども、人の良さがにじめ出てんだよ。うん、もうデスゲームやってるのにね、人いいですからね梅さんはね。うん、うん、デスゲームする傍ら好感度を上げてチャラにしようと思ってるから。カルマを、カルマ、徳を積んでデスゲームがなかったことになればいいなと思ってるので、しっかりここでキャラ調整していって、うん、好感度上げようと思ってます。それ全人類救わないとちょっといけないんじゃないか。まあ、まあ、業が重いかな、業が深いかな、うん、どうかな、うん、うん、あ、でも結構今回で毛色がガラッと変わったんじゃないですか、今回と前回か、ね、うん、はい、ゆるがくとハウスというのが一体どういうものなのかっていうのが、そうですね、うん、なんか急にあの普通に オーディション番組に変わったなっていうのが、うん、そうですね、そのままの、うん、そうだね、うん、うん、テラスハウスかと思ってたけどガチオーディション番組だね、うん、そうですね、うん、急に殺伐とした雰囲気に。助走が長かったね。うん、うん、でもこの企画を発表された段階でそういうちょっと何だろう、オーディション的なものとそのテラスハウス的なものと2つの二本柱みたいな感じで来てて、うんうん、そのうちの1本がようやく本編来たなって感じで、こっからいよいよ始まるって感じですね。そうね、うん、待ってましたって感じですよね。じゃあもう次、うん、楽しみですよね。いや本当に、うん、うん、オーディション番組としてのゆるがくとハウスを乞うご期待ということで、ゆるがくとハウスアネックスというわけで今回は以上となります。今後も動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価コメントのほどよろしくお願いいたします。いただいたコメントにはすべて目を通しておりますので、リクエストや企画などのアイデアがございましたらどしどしお寄せください。あなたの企画が採用されるかもしれません。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。